人公姫無双ラジオお菓子祭りグハハ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 ハそして、お団子を前回に引き続き、つつさんから、つつしんからですね、お団子があり、そして、南蛮からの大判焼きが届いております。はい。おー。はーい。ということで、ね、お菓子三昧で。なんか、これ食べたいっていうケーキがあれば。ね。はい。選んじゃったりとかしてもいいんじゃないですかね。はい。どれ食べてもいいんだよみたいな、ね、でもこれを食べつつまたラジオ頑張ろうということで、はい、はい、いつもいつも皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しい思いをしてます。思いをしております。それではミーカーザンブラック陳将軍さんからいただいたサブタイトルで始めます。いざ今回も尋常に勝負、ラジオ新恋姫無双乙女到達星キンターキンター皇帝誕生演技。口の中に入っているシリコと諸葛亮役の楠木すずめです。ラジオはうまいこと飲み下せたカリンこと曹操役の野島かなです。はい、メインで進行しなきゃと思って一個も食べなかった偉いなメイリンこと主役の川島里乃です。ラジオマン、さて、はい、今回はサブタイにもあるようにですね、はい、キンターキンター皇帝誕生記念としてシークレットゲスト、もう若干気づいてる方もいらっしゃるかと思いますがお呼びいたしました。あー、おっぱい団子うまい。サム役のカリラマヒルです。ラジオマンリアルですね。カリラマヒルさんもですね、はい、団子をむしゃむしゃ食べている最中なんですけれども、団子超うまいですうまいね。はい、なんかですね、うん、キンターキンター皇帝さんが実はカリラさんのファンなんじゃないかって、うん、いうことで推察しましてですね、はい、してそれは何か確証があることなの？うん、わからないのこの名前からキンタキンタ皇帝様はもしかしたらみたいな。そう、だってさ、うん、お好きで遊ばすんじゃないかと思いまして、だってさ、うん、私名前金田真由だよ名前間違ってるよね。違くね、そうかな、そうかな。もし仮にファンだったとしたらすごく失礼な人だよこの人はでもほら皇帝様で荒らせられるので、荒らせられるのか。そうなので、うん、皇帝様の言うことは絶対か。そう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 、なんでございます。まあその推察いたしましたところ、皇帝到達記念プレゼントとして南方よりシャモを捕獲してまいりましたで騒動ですけども、シャモ様の声を聞いたら皇帝様がとてもお喜び遊ばせるんじゃないかしらとでこれで全然推察違いだったら正しいんですけどね。まあなんていうかシークレットゲスト、はい、隠されてた、隠されてたね、隠されてた、隠されてた、うん、うっかり先週一言喋ってるんですけどそうです、誰も気づいていない。いや、気づいてるでしょ。そうかな、そうかな、ちょっと喋ったのにね。うん、まあでもそこはきっと、うん、この3人の声じゃないなって絶対分かってると思うんですよ。そうから、なんかスズッチョがすごいモノマネが上手い的なになってるかもしれないよ。まあここでね、違うよと違うよ、やったんだよっていうのね、そうそう、一言ちょろんとね。でシャムについて、はい、さっきも言ってたんですけど打ち合わせで、うん、あまり深く掘り下げないでくださいいや、そんな言ってましたけど、そうここにね、一応ね、こう3人のミケトラシャムのね、があるんだけども、ナンバー兵ですけども、はい、マネージャーのなんていうか、うん、出番もあんまちょびっとしか出し出てないですし、はい、そんなね、このシャムもね、ええ、だいたいお腹すいたとか眠いとかばっかりしか言わなかったんですよ私あんまりこう、うん、シャムの人柄についてとかなんかこういろんなことを語れないと思うんだけど、どうかどうかって言われてもらう。じゃあやってみた感想とかは、感想、演じたい感想。あ、とても癒されました。普段全然やらない役なんで。そう、なんかさっきもほらね、言ってたけど、この3人のミケトラシャムの中で一番こなさそうなね、シャムちゃんがこう来てるっていう。普段はあまりやらない系の役。全然ってこともないですけど、うんうん、あんまり普段はやっぱり他のね、トラとかミケみたいな役がね、元気系のね、感じでね。なんでこの役を来たんだろう、冒険かな。違った。金田真昼が見てみたいと。まあ、
思ったんだよ。チャレンジされちゃったかもしれないです。それでですね、うん、まあ、いつものゲストのようにあだ名をですね、はい、はい、勝手に決めましたんで。でも聞いたところによるとこの番組次回最終回だそうじゃないですか。ここだけで使ったってしょうがないじゃん。いやだってゲストに来た人はみんなそういうのつけて、そんなそれが嫌でもそのまま流されて、うんうん、ずっと呼ばれてこの番組が終わってる。呼ばれないよ。でもちょっとそのままこの番組終わってくのおかしくないです。いいの、いいんです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 。そんなわけで、はい、独断と偏見により、はい、金田まひるちゃんのあだ名はマヒーナに決定いたしました。ちょっと可愛い系で、あ、可愛い、ちょっとグラビアアイドルみたいでしょ、はい、そうそうそうね、うん、前回はねブリーフちゃんとかいろいろあったんですけど、可愛い方だと思いますよ、可愛い方がいいっていう。そうですよね、うん、そう、なので真っ昼間が却下されまして、うん、マッヒーナになりました。却下してくださった方、はい、ありがとうございます。ないわ、真っ昼間はないわ、提案してごめんみたいな感じなんですけど。さて、この番組は大好評発売中の恋姫無双シリーズ最新作 PC ゲーム新恋姫無双乙女両乱三国志演技のラジオ番組です。毎回真剣に戦いまくるのが特徴の乙女両乱煩悩爆発バトルラジオよ。そしてリスナーの皆さんには肯定候補となっていただき、お便りを通じてバトルに毎週参戦してもらっているぞ。じゃんけんにゃということで、はい、はい、今フライング気味に、彼ら、マヒーナがですね、やってくれたんですけれども、シャムちゃんの、はい、所属国を、そうだ、決めたいと思います。南蛮だからね、ここ誰も属せないね。そうそうそうなの、うん、だからじゃんけんで私たちがシャムちゃんを奪い合う。ただ唯一は本当に猫を飼ってる私だと思いたいんですけど、沈んでるし。シャムちゃんたちは最終的には職業の仲良くな、最終的にはね。それ言ったら私まあとりあえずじゃんけんしてみますか。はい、はい、では行きましょう。最初はグーじゃんけんぽい。はい、一番前でした。はい、私リノッジとスーチョさんが残りました。では行きましょう。はい、最初はグーじゃんけんチョキアウトということで、はい、シャムちゃんは食軍の援軍となることが決定しました。はい、行きました。はい、南蛮戦隊食レンジャー。はい、ということでそれでは本日も開戦。この番組はネクストンとビューズの提供でお送りするにゃ。ラジオ新恋姫無双乙女到達星キンターキンター皇帝誕生演技。それではここで普通の書状普通歌を読んでいきたいと思います。ということでですね、はい、今回は、マヒーナがゲストなので、ね、マヒーナに全てのお便りを読んでいただこうかと思います。はい、全てのお便りを、すべて、はい、なんかハードルの高い番組ですね。はい、はい、青風雑将軍さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ラジオマン、はじめまして、青風です。ラジオマン。もうすぐゴールデンウィークですね。一人で過ごしていると、どうしても暇になってしまいます。長期休みは皆さん、暇な時間をどう使っていますか？一人で楽しめる時間の潰し方を教えてください。とメールなんですけれど、はい、皆さん、暇な時は。マヒーナ。マヒーナ、もう言いづらい。マヒーナは、アイドルっぽい。マヒーナは暇な時は妄想とかしてます。危ないアイドルだな。大きなお家に住んだらどこから掃除するかとか、そういうグローバルだけどちょっと小さな感じの妄想。大きいのか小さいのかわからない妄想するんですね。そうそう、やっぱりクイックルワイパー的なものか、それともこう手で雑巾でやった方がいいのかな。いや本当はきっと大金持ちになったらお手伝いさんがいるんじゃないかなとか、そういうことを取り留めもなく考えてるのが好きです。でも楽しそうだね、その妄想ね。うん、うんうん、楽しいです。
ちょっと寂しいけどね。一人で楽しめるということではぴったり、まあ、確かにですね、うん、はい、あのですね、全然関係ないんですけど、はい、オープニングフリートークで南蛮からの大判焼きって言ったんですけど、はい、そうなんです、これはマッヒーナからの差し入れだったんです。しかも5種類あったんですよね。ありがとう。そうそう、グニグニグでも なんて言えばいいんだろう、中身中身中身、まあ、はい、あんあんあんがいろんな味がありまして、はい、皆さん何が好きかなと思ってよくわかんないんで、あそこにあるの全部2個ずつくださいっていう。なるほど、いや美味しくいただきましたよ。すごい美味しかったんですよ、はい、でもこんなにデザートがたくさんあるとすごいかぶりまくりですよね。あんこだけですよ、かぶってたの。あ、うん、そう、ね、いいと思います。甘いものはあったらあっただけ、ね、私たちはパワーになりますので。そう、なんか、はい、前回の放送で団子作ってたじゃないですか。はいはいはい、ちょっと手伝った言っちゃった、うん、言っちゃった。あ、ね、来週ゲストで来るから、私前の週からこう見学をしてたのね。そんな師匠なんだ。マッキーナ、そう、ありがとう。この番組初めてお邪魔するからどんなかなと思って雰囲気をつかむために早めに来て、1週前からすごいね、あ、準備してくれてたんだ。こんな番組なんだって思っていて、それでカンタカママがお団子作ってたから手伝った、うん、それを私たちは食べました。ありがとうございます。本当に手伝ってくれてました、ありがとう。ちなみに見ると2人で一生懸命なんかやってる見てましたから、2人の背中をね、うん、はい、ちょっとお母さん2号みたいな感じで、はい、また服がね、エプロンっぽいんだ、ね、そうそうそう、エプロンじゃないよ、服だよ。じゃあ続いて、マヒーナにお便りを読んでいただきましょう、はい、続きまして、はい、テフテフ前後将軍さんからいただきました。ありがとうございます。皆さんラジオまでございます。ありがとうございます。春らしくなりましたね、はい、桜の春、出会いの春、そして入学の春。ここでいきなりなのですが、私はある大学のスキー部の部長をしていて、1年生を入れなければ廃部の危機だけど、全く入ってくる様子がありません。そこで頭脳明晰な軍師2名と万能超人1名のお三方に何か案を出していただけないでしょうか。本当によろしくお願いしますということなのですが、マッヒーナーは、はい、今日は待って、あのね、あの軍師でもない、その超人に入ってないのに、入ってない、低卒ナンバーのね、何も才能ないのね、ご飯食べる、いや才能あるよ、寝て食べる、プニプニの肉球があるじゃないか。そうそうそう、そうか、そう、うん、じゃあマヒーナ的にはマヒーナ的にはあの可愛さアピールかわいい人いるのとかすればいいんじゃない、なんかこう肉球とかあのスキー板とか、あ、そういう手袋あるじゃないですか、そういうのつけて、なんかこうモフモフっとこういうおしゃれもできるよみたいな。そうそうそう、あのでもよく言いますよね、スキーの衣装着て、うん、なおかつゲレンデに立つと5割増しとか言うじゃないですか。ゲレンデの恋とか言いますよね。そう、うん、そうだから、これからの季節ちょっと辛いかもしれないけれど、スキーのスキーを着て勧誘するっていうのはいかがでしょうかね。終わりました感じで、着ぐるみのバイト見ないですね。あときっと大学とかですから、あの学校の塀とか壁なところをこうスキーで格好してみる。ちょっと垂直だけど怒られるんじゃないかな。それは相当板も痛む感じ。あうん、でもジャンプスキーですとか言えばなんとかネタ系でね、ネタ系でこう面白い人いっぱいだよっていうケアするの前提でね、多分入ってくる人、うん、面白い人ばっかりだと思うんですけど、うんうんうん、やっぱ可愛い子が入ってこないとダメかな。いやでも廃部の危機ってことは一人でもみたいな感じ、面白い人でも別にね文句はないということであれば、そうですね、うん、やっぱ学校を滑る、あ、階段とかにもこうスキー板で危ないじゃん、常に横にこうガッシャンガッシャンって上がっていって、あ、でもね、そう、でもそうやって登りますもんね、ね、今はね、うん、そう、横にね、横にね、こう横に歩くね、スキー板横にしてこう上がっていったりすれば有名になってちょっとぐらい、そうね、やっぱ目立つから、そう、やっぱそのスキーのウェアだったり板だったりを活用して勧誘するということでいかがでしょうか、うんうん、そうですね、なんかね、スキー板で辛いんだったら写真を引き伸ばして ねやるとかねな、あ、そうだね、走り込み夏ね、え、グラススキーとかじゃないですか、あ、そうか、グラススキーか、うん、なるほど、それだったら、うん、あとね、あのゲレンデの恋はとか言うから、あの吊り橋みたいなところで2人きりとかになったら吊り橋手に勧誘するの、そう、もう勧誘になっちゃうから、なるほど、ね、入らずにおられん感じになるかも。吊り橋勧誘とりあえず男子しか入らない誰でもそれ2人きりになって屋上の
柵の向こうで勧誘はい、かぶらすぎもう一つ、はい、もう一ついきます。ジャックジャック青少軍さんからいただきました。ありがとうございます。ラジオマー、ラジオマー、ラジオマー。最近財布の中がピンチだなと思い、普段からつけている小遣い帳を調べてみると、うん、DVD や雑誌など毎月発売されるものが原因でした。うん、皆様は普段何に対してお金を使うことが多いですか？食べ物、猫缶お酒あね、マヒーナは、マヒーナは、マヒーナはフィギュア、ハマってるの？マヒーナ、いや、あの、なんていうか、こう好きなキャラクターとか、うん、ハマるとすごいディープで、うん、いろんなものを買っちゃうのね、うん、関連グッズをね。なんかちょっとさっき言ってたあのパテっていうのはフィギュアのパテとか、 あれはあの某フィギュアのシリーズをこう改造して自分のキャラ作れたら面白いかなと思って、こうパテを持ったりヤスリを削ったりとかそういうこと。結構ディープですね、本当に。すいません、いやいやいや、それができるってことは器用ってことだから。いや、そうでもないですけど、うん、途中で挫折するんですけど最初に道具を全部揃えたい人なので、うん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 、私次にやりたいのは、うん、あの革細工、革、はい、あれでブックカバーとか作りたいって、うんうんうん、なめすところからやるの。そうそうそう、すごいね。でもセットを買うのに結構お金がかかるので、どうしようか。そこにお金かかって集めて何個かやって満足するとか。そう、あの2つ2つ作って、うん、私手作りできる、よし、じゃあ次のってなる。でもそういうところは私もあるなそうなんだ、いいかなってね。深くハマるとそれにお金が散財してしまうんですね。そう、あと形から入るタイプなので、最初に全てセットを用意しちゃうんですでやっぱりそういうのっていいもの揃えたくなるんですよね。あーねー、そう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 、なんかね、なるほどね。はい、そんな、まあ、いろいろディープな話も聞けてはい、はい、意外な一面でしたよね。そうですね、ですか、はい、というわけで番組では肯定候補の皆さんからのお便りを最後どしどしお待ちしてますよ。いろはにハワワカルタ、このコーナーは新恋姫無双のキャラクターを使ったカルタを肯定候補の皆さんと一緒に作っちゃおうというコーナーです。はい、では早速マヒーナ、マヒーナはい、はい、マヒーナです。今回のキャラと一音は何でしょう、はい、これを読むのね。はい、もで玄関、手で雨巾、くで長領、木で鎮球です。はい、これを発表していきたいと思います。はい、いきなり玄関さんなんですが、かなり悩んだ結果、はい、ちょっと適すのか適さないのか的なね感じですよね。でもいろんな方にお伺いしたところ OK が出たので、はい、言ってしまいたいと思います。はい、お願いします。お願いします。はい、井上浩二雑将軍さんより、モデ玄関、揉みまくり3年ガキ8人、意味はご利用は計画的に。まあ、うん、揉むくり3年ガキ8年みたいな感じで。そうですが、ね、なんか、あまり深くは触れずに行きましょうか。そうそう、ちょっとね、触れずに、はい、じゃあ次行きましょうか。はい、はいはい、ダミン隊長雑将軍さんより、手で雨巾、手洗いうがいをしないやつはおやつの代わりに砂を食わせてやるの。意味、海兵隊式育児法すごい育児法だ。危ないからね、子供なんだ、一緒にいたんやけど今の子弱いからね今似てた本当似てた似てた、はい、はい、続いて、はい、では続いていかせていただきます。お願いします。はい、K 兄さん前後将軍さんより、区で、長領、東卓軍の方の長領です。はい、首の運動はあかんってば、首飾りが刺さってしまうねん。意味、意味も何もこんなの絶対刺さるって。これはね、今長領さんのキャラがあるんですけど、はい、刺さりますね。あ、首コキコキってやるとザク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 っと、これ前半分は大丈夫だけど後ろはダメみたいな感じですね、はい、しかも私これ読んでて思ったんですけど、かなっぺさんに読んでもらえばよかったなって思った。どうしてだって関西弁が嘘っ子になっちゃったごめんなさい、なるほど、ツッコミはなしの方向で、はい、で
では続いてじゃあパトゥーン大将軍さんより木で鎮球緊急チック、意味緊急っぽいということなるほどね。これ必殺技あるんでしたっけ、はい、緊急キックちょっと緊急すぎてちょっと言い間違っちゃったみたいな、はい、なるほどね、かわいいな、うん、すごいかわいい、さすがのヒーナアイドル、あアイドルかうん、だってさ、シャムさ、マナもないような本当に一平卒なんですけどいいの本当にね、皇帝様がお喜びになる、我らが皇帝様のために本当になんか南蛮の猛角すらまだここに来てないっていう話をさっき聞いたんだけどまだも何もねっていう感じなんですけど、来週終わっちゃうらしいけど大丈夫、大丈夫、皇帝様へのご褒美だから、そうなんだ、はい、はい、いろはにハワワカルタなんですが、残すところあと3名、はい、皆さんなんとなくわかると思いますが、そうですね、じゃあ最後のキャラと一音を発表したいと思います。はい、イで周遊、ロで諸葛亮、ハで曹操です。はい、はい、もうどんな読み札になるかちょっと、はい、私たちもドキドキしました、ね、ちょっと満足して満を持して本当に満を持して、ね、はい、皆さん楽しみ、金入ネタはやめてください、本当にお願いします。今のこれですよね違います、もう来てるって話もあったんですけど、もう来てるのもう読んだ気がします、はい、以上いろはにハワワカルタのコーナーでした。ラジオ新恋姫無双乙女到達星キンターキンター皇帝誕生演技、妖艶変身のメイ、このコーナーは皇帝候補の皆さんからある単語への返信命令を受けた私たちがその単語になりきってセクシーな演技をするコーナーです。約1分間で1人ずつ妖艶な演技をし、どれだけセクシーな演技ができたかを競うバトルコーナーです。マッヒーナをゲットした諸君は、はい、なんで今ため息ついたんですかいいなと思って諸君は高得点だった人の方の得点が採用ということになります。はい、順番は、はい、勝ったリノッチから、はい、スズッチョ、はい、で私でマッヒーナという順番になっております。お、頑張るよ、セクシーとは程遠いけどね、セクシーなマッヒーナ、マッヒーナなりのセクシーを、うん、一番この世で一番私と遠いところじゃないセクシーってそこをあえて頑張ってもらわないと、援軍として、あ、援軍として、そうですね頑張ります。リノッチ引いたはいいけどものすごい難しい顔してるんですけど、まあ、あの第2弾グローバル系ですね。グローバルどういうこと、どうしようかしら、これ困ったわ、困った、はい、セクシーじゃないな、これそれをセクシーに持っていくのが、はい、私ですかね。そうですよ、そうですね、もういや大丈夫だったらってことさ、ね、いきます、もうあマイクらしいです、はい、じゃあここを読んであげて、それじゃあ妖艶でセクシーな演技、通称セクエン、はじめ。パツン大芝さんからの返信命令、富士山なあ、そう私は日本の象徴でもみんなゴミを捨てるのなんで、なぜ私にいらないものを置いていくの、私のうちに、やめて本当にやめてちょうだい。でもね、気をつけて、私の一番高いところに、一番高いところに登ろうとするととっても苦しいわよ、気をつけてちょうだい。さあみんな、私の上へ登っていらっしゃい。私のすべてを制したいのならば私を飛び越えていきなさい。なんてことはよくわからないわ飛び越え飛び越える
飛び越えるじゃないね、飛び越えるじゃないんですよね。何を理解していただけたようです。何ですかこれ、難しいわ。なんで最初歌ったの。富士山だからですよ。なんかよかったんですよ。なんか浪曲かなって思ったけどちょっと違うしと思って、なんだろう。日本のそう、ちょっとは良かったですけどね。ちょっとビブラートかかってるので、ね、意味不明でしたけれども、はい、はい、その大混乱の私の曲は大混乱のいかがだったでしょうか。続いてゼロポイント。あ、でも良かったところもある。も私を制したいならばとかはすごい良かったんだけど、また来たよ、オウが来たよ。ごめんね、私がうっかり飛び越えるとか言っちゃったから。飛び越えてどうするんだよ。富士山飛び越えるってすごいよ。そのままきっと樹海に落ちる感じです。はい、もう大混乱でしたね、はい、いやでも、はい、でも青だったけど、はい、素敵でしたよ本当に。ね、あの苦しみが本当ですね、第一声から苦しみはかなり、はいはい、パニックってきました。さあまたなんか難しい変な顔をしてます。変な顔です。マッキーナの実況がでもあれですよ、私がもう王だったんだから皆さん気楽に言ってくださいよ。本当に私も援軍がいるから気楽に。おー、ハードルを上げられたよ。本当だ、プレッシャーが。これマイナスとかない？マイナスはね今のところないです。きっと音源用意してないから大丈夫。大丈夫。分かんない。そんなことやったら最終回に用意されちゃうから。そうだよ。やだよ。特別に作られたりして。本当だよ。これ以上沈んだらもう、ね、やばいことに。倒れないわ。倒れない。大丈夫だったら言ってくださいね。大丈夫です。あ、じゃあお願いします。それじゃあ妖艶でセクシーな演技、通称セクエン、はじめ。影下前後将軍からの返信命令、杏仁豆腐。ねえ、私の肌プルプルしてるでしょ。それにとっても真っ白なの。私この白くて綺麗な肌大好き。やっぱり女は白くなくちゃダメよね。みんな美白はちゃんとしないとダメよ。私のように白くて輝いている方が殿方は喜んでくれると思うの。でもね、肌だけじゃないのよ。私を口に含むとプルプルっとしてとっても美味しいんだから。私豆腐って書いてあるけど味は豆腐？牛乳？本当はね、アーモンドの粉が入ってるんだわ。そういうところもちゃんと味わってね。アーモンドですよね。アーモンド。アーモンドなんだ。すずちゃん物知り。食べ物だからね。今の食べ物だからね。本物は違う。すずちゃんがいつも食べてる杏仁豆腐は偽物？あ、そうか、でも意外と偽物好きだもんね。偽物の方が美味しいんだよ。本物って杏仁の種？杏仁の杏は杏仁？杏仁の種？なんだ？杏仁草？杏仁草。じゃあ私偽物。私偽物の杏仁豆腐で。本物と偽物の違いをね、教えてもらってたんですけど。しまった、嘘をついてしまった。でもまたしてもすずちゃんさん上手に持ってきましたね、うん、いやどうなんだろう。じゃあ、早速ポイントをお願いします。30ポイント。おお、高得点。ちょっと嘘ついちゃったかもしれないけど、いやでもほら多分私たちが食べてるのも、そうです、私たちが食べてるのはその、 あの本物うんぬんとかじゃない気が。きっと外の人とかに、うん、本物の杏仁豆腐食べたいですって言えば連れてってくれるんじゃないかな。あ、そっか、うん、そうだよね、うん、本物の杏仁豆腐が食べたいです、言っといた。なんかすっごいの出てくるで、こんなの違う、初めて食べたこの味とか、今まで食べてたのは違うものだった。そんな可能性もありますよね。さあ、え、食べたことありますか、うん、って言ってる間にカナッペの顔色がどんどん。なぜ私こんなに難しいのを引くんだろう。なんでどう、でもいつも
いつも結構難しそうなのを弾くけど、弾きが強いですね。ある意味弾きが強いというか、どう前に比べたのと、同じぐらい、難しい、まあ、なんとかしましょう。でもだってもう変えようがないからね、なんとかしないと。聞いてる人には多分その金部さんがそんなもだえながらひねり出してるところが萌えなんじゃないですかね。本人それどころじゃないんですけどね、本当に。まあでも頑張ります。はい、じゃあ、コールをお願いしてお願いします。はい、妖艶でセクシーな演技、通称セクエン、はじめ。ジャミラ雑将軍からの返信命令、剣玉。私を振り回して、私の体の中たった一つ穴があるの、そこに突き刺してほしい。なかなかできる人いないのよ。うまい人でないと入らないの。握って私をそっと下に持っていって、一気に貫いて。ギリギリだと思いますけど、ギリギリな感じがしましたね。ダメだったらピーでお願いします。全部ピーになっちゃいますよ。だとオーですかね。ギリオッケーらしですよ。すごいドキドキした。でも絵になるよりは玉になった方が良かったかなという選択肢で選んだ私でした。素晴らしかったと思います。素晴らしい、はい、ではポイントお願いします。40ポイント。おー、ありがとうございます。すごい高得点ができた。短かったからね。いや、でもセクシーだったもん。でもね、スズッチョがさ、はい、30でしょ、だから私10取ればとりあえず同点的な。違うんだ。確かに確かにだけなの。だから40以上取らないと、じゃあ40以上、40ポイント以上じゃないと、ね、だってカナペが40取ったもん。その上は50とかですか。はい、ですね。まあまだほら、まだバトルはあるから、そんなに気負わなくても。そうから大丈夫だよ。だってセクシーでしょ、セクシー。ほら、ゲスト用にツッツも優しいから。あ、そっか、そう、いつもそうだから。ここ初めて来たんですよ。初めまして。お願いします。そうですよね、初めて推し。右も左もわからない感じなんで、うまくできるかわからないんですけれど、はい、頑張ります。もう、はい、マヒーナなりのセクシーで大丈夫だと思います。大丈夫だから。セクシー苦手だけど私頑張る。お願いします。頑張って。誰だよ。誰だ、それ自分で突っ込むか。どうしようかなと思ったけど、乗ってたんだけど。別にそんなキャラで行きたいわけじゃありません。さあ、マキーナ、もう準備ができれば、できたんでしょうか。わかんないけどやってみる。はい、よし。それではスズチョの援軍なので、スズチョがコールをお願いします。はい、それじゃあ妖艶でセクシーな演技、通称セクエン、はじめ。星の瞳のメヌエット、雑将軍さんからの返信命令、オセロ。人は私のことを裏表があるっていうの。でも違うのよ。私はあなた色に染まりたいだけ。あなたが黒って言えば黒く、あなたが白って言えば白く染まるわ。そう、だからあなたのその手で、指で、私をあなた色に染め上げて。あ、でも半分半分はダメよ。全部白なら白、黒なら黒って全部統一してくれなきゃ私困っちゃう。だって私
四角いまっすぐなところでしか生きられないし、それ以外はみ出すこともできないような杓子定規な言い方だけど、なんていうか、はみ出すことが苦手っていうか、でもあなたのためなら黒とか白とかどちらでもいい、あなたの色に、あなたの色に染まります。終わらない。まだやるんですか。あれ、せっかくあれ、まだやりますか。じゃあ、白オセロって言っても、あの二人組の女のユニットとかとは違うわよ。確かに美白とか、あと色がちょっと黒いとか、あれもそんな感じだけど、あなたはどっちが好みなのかしら。あ、そうね、あなたは、黒とか白とかどっちでもいいとか、そういう時には、あの私を立てたりとか積み上げたりとか、新しいプレイも私辞さない所存です。違うの、ツッツシが聞きたかったの。その先をもっと聞いて、終わったじゃないですか。いやでもあそこまではちゃんとセクシーで、そっから先はあの、わけがわからないよ。でも皇帝様にね、あ、所存ですで終わってるから、そうですね、伝わったのではないでしょうか。そうですね。まあでも笑わせていただいて、ね、面白かった。セクシー、セクシー。いやでもセクシーなのと、後半面白いのと一つ目で二度おいしい、そんなマシな。あもうすっごい汗だくなんですけど。でも汗だくになりますよね、これね。はい、じゃあその意地悪なツツシ様にポイントを、はい、ポイントをお願いします。40ポイント。でもあなた色に染まりますはうまかったよね。あそこすごい良かった、もう全体的に良かった、うん、すごい、そう、うまい、なるほど。そうでも綺麗に終わらせないところがツツシ。そうね、角を抑えると弱いのとか言えばよかった。もう言わなかった。もうでもね、終わった後じゃないといろいろ思いそう。てかないの、セクシー要素が私の中に。結構アダルトだったよ。アダルトだった。やった。アダルトだった。低めの声でね。うん、いい感じで教えてくれました。はい、はい、そうですよ。皇帝に喜んでいただければ私たち。そう、皇帝のご褒美会なので、うん。喜んでいただけましたか。いただけましたよね。こんな汗だくなんですけど。なぜそんなゴリ押ししてる。私たちはヘリになっているから、はい、大丈夫、はい、というわけで、ポイントは食がマヒーナの40ポイント、はい、ゲが同じく40ポイント、ゴがオウということで。でもいいの、8切れたから。いやでもいい歌聞けました。以上、妖艶変身のメイのコーナーでした。辟易の戦い、はあ、このコーナーは皇帝候補の皆さんからのお便りをもとに作った毎回違うバトルで三国がガチで戦うコーナーです。さて今回のバトルはジャックジャック陳来将軍さんからのお便りをもとに作った肉料理古今東西だにゃー、ガフです。ひねり出した、ルールは簡単です。シャムラ南蛮軍が大好きな肉料理の古今東西です。ただしシャムのように超可愛い萌え系の舌足らずの猫キャラで発声をお願いします。厳しい、勝ち抜き制のバトルです。それは肉料理じゃないにゃ、それは萌え度が足らにゃいにゃなど、ツツシンが独断と偏見でジャッジした場合負けとなります。約5秒以内で回答してくださいということです。これね、萌え度が足らないにゃでブー押されそうなんですよ。ねえ、本当ですよ。でもなんかあの、まあ、スズッチはともかく、あのリノッチとカナッペに関しては普段やらないから、逆にそこがそこズキュン可愛いじゃんとか思って、こんな一面があったのかって言ってポイントが高いかもしれん。いやいや、こんな一面なかった場合はどうすればいいんですか。いやいや、地平道頑張ってるところがまた、
なるほどな。とりあえずまあヒーナがいるってことで職はかなり有利かなと思った。相当有利ですよ。それはどうかな。はい、ちょっと待って、ちょっと待って、結構汗だくでしたから。もうだいぶあのさっきの、ね、気のせると声低くなるよね。そんなことないよ。そうか、そうやって出すのか。ね、頑張りましょう、ね、頑張りましょうね。1位が50ポイント、2位が30ポイント、はい、3位が10ポイント、4位が0ポイントです。はい、はい、次の青は私かもしれない。もう取りたくないです。順番は、ということで、はい、順番が、1番が私リノッチ、そして次がカナッペさん、はい、そしてその次がマヒーナ、マヒーナ、そしてスズッチョさん。肉料理、はい、それでは行ってみましょう。はい、では肉料理、古今東西だにゃー、海鮮肉じゃが、とんかつにゃ、親子丼にゃ、鶏の唐揚げにゃ、ドレルケバブにゃ、バンバンジーにゃ、ハンバーグにゃ、竜田揚げが好きにゃ、ホイクオーローにゃ、ガーリックステーキにゃ。肉、肉、カツ丼にゃ、油淋鶏、酢豚にゃ、骨だったにゃ。かわいかった。骨だったにゃ。居酒屋メニューっぽかったにゃ。なんか中華料理になった感じがしますけど。メニュー、カブメニューは、ね。はい。では、かなっぺさんが、はい、抜けてしまったので、私、リノッチ、はい、マヒーナ、スズッチョさんで、もう一回行きたいと思います。そうそうそう、次はヒーナからなので、大丈夫ですか？行きますよ。もう行っちゃえ。では、肉料理、古今東西だにゃ、海鮮。ピーマンの肉詰めにゃ。豚の角煮だにゃ。サルティンポッカにゃ。肉団子にゃ、鶏そぼろ、まとめ、チンジャオロースにゃ、肉まんにゃ、焼き鳥、の肉詰めにゃ、ヘバー刺しにゃ、つくね、つくでなにゃ、わかった、ビーフシチューにゃ、ビーフカレーにゃ、牛丼はどうだにゃ、私とマヒーナの、もうだいぶ限界です。ラストバトルで私もわかんない。私からなのに、では行ってみましょうか。はい、いけんのかな、あれ大丈夫かな。では行きましょう。肉料理、ここ東西だにゃ、海鮮、ポトフにゃ、つなぎもにゃ、あ、じゃあわかんね。
ね、どんな、あたし、か、か、ちょ、うわまだ、むしろが、ということで、これはもしかして、はい、その通りでございますよ。ということでですね、1位のマヒーナ50ポイント。やっほーい。2位が私、リノッチ30ポイント。はい。3位がスズッチョさんで10ポイントなので、ショックがもう60ポイントになりますね、この時点で。はい、ということで、そう、ポトフもね、微妙かなと思ったの。でも、肉入ってる？あのね、ソーセージが入ってる。ソーセージって言えばよかったんじゃない？そうか、そうだ、そうだ、今忘れてた、忘れてた。でも一番最初は肉じゃがだしね。肉ってついている。うん、はい、なるほど。というわけで、はい、食軍が60ポイント、はい、気軍が0ポイント、はい、五軍が30ポイントということになりました。はい、はい、ということで、なんか皆さんが、ね、まさに平気平気の戦い。なんかね、出てくるメニューが、なんか、うん、私とカナッペに関しては、なんか、居酒屋メニューばっかりなの。そうなんだよね。続いては鳥系でずっと攻めてみました。なんかこうね、うん、あの、うん、居酒屋のメニューを一生懸命思い出して、うん、あれとこれと、みたいな。もうだって、ジンギスカンありましたね。そうなの、あと豚の角煮とかね、あったんだけど。豚の角煮とか、話言った。ステーキとか、レバ刺しが出た時にバ刺しって肉刺し。でもそんなこと言ったら、その時もう脱落してる。焼肉のメニューをずっと言っちゃうよみたいな。カルビとか、そうだね、ダメっぽい。でもそうなると、はい、ということでちょっと疲れましたね。疲れましたよ、まさに。はい、ということで、はい、以上、ヘキヘキの戦いのコーナーでした。ラジオ新恋姫無双乙女到達星キンターキンター皇帝誕生演技。ラジオ新恋姫無双乙女到達星キンターキンター皇帝誕生演技。そろそろお別れの時間となってきました。さあ、ここで総合成績の発表です。はい、今回は食が100ポイント。おお、すごい。義が40ポイント、はい、語が30ポイントということで、パワー食感の勝利です。活躍もありですね。今回は食が総合勝利でした。それほどでも。はい、ということで、良かったです。はい、はい、いかがでしたでしょうか。マヒーナ、こんなマヒーナとか可愛いあれをつけてくれるなんていい番組だって。なんかよそだと扱いひどいからさ。そうなの？そうなの？優しくされたって最初ちょっと思ったんだけど、もうその後ひどかったね。愛ゆえのですよ。愛ゆえか。そうだよ。いっぱい喋ってほしいという。ありがとうございます。本当、本当ね、私ね、マナも持たないナンバーヘッド。こんな私のため。そこ押すね。そこいいんじゃないか、別に押さなくて。ちょい役で本当ごめんなさい。いやいやいや、いやほら、だから皇帝様へのね、ご褒美だって言ってるでしょ。待ち望んでたと思うよ、そうなったでしょうか。はい。そうね、喜んでくれてると思います。はい。私も楽しかったです。はい。はい、楽しんでいただければ私たちも、ね、嬉しいですよね。嬉しかったです。で、しかも差し入れとか、そうなんですよ。簡単かママのお手伝いとか、本当に、どうもありがとう。はい、ありがとうございます。はい。ここで、皆さんに重要なお知らせがあります。はい、このラジオ新恋姫無双は、まあ、前回もね触れましたが、うん、次回の第26回放送で最終回なのです。はい、はい、カルタも全員分作れるですもんね。最終回でね、最終回でね作れます。はい、しかし残念があることなかれ、スペシャル版の収録計画を目下進行中ということで、詳細は後日温泉ホームページやベースソンオフィシャルサイトなどでお伝えいたします。要チェックしてみてください。なのでスペシャル版へのお便りをまだまだ大募集しております。
普通の処女普通歌からスペシャル版でやってほしいことまで、幅広くお便りを募集しております。ものすごいバトルとか来たら嫌だ本当ですね。どんな企画が送られてくるのかドキドキしますがラジオ向きでぜひお願いしますお願いします。メールアドレスはすべて小文字で、はい、radioma@onsen.ag ラジオマ @onsen.ag です。番組紹介のメールフォームから簡単に送れますよ。なお新恋姫無双のゲーム情報はベーソンさんのオフィシャルサイトで、アニメ情報はマーベラスエンターテインメントさんのオフィシャルサイトで随時更新しておりますので、ぜひぜひご覧くださいませ。はい、またですね、はい、前回もご紹介しましたが、5月の8日にエリアルウェーブさんより新恋姫無双キャラクターソング CD が2枚同時に発売されます。はい、ボリューム1は劉備と曹操のツインボーカルの無双連覇、ボリューム2は諸葛亮と宝刀のツインボーカルのハワアワパニック恋のお料理教室です。歌とは別にミニオーディオドラマも収録されているということで、はい、ぜひ、購入していただいて聞いてみてください。お願いします。聞いてください。はい、次回最終回で総合勝利するのはどの国か、ドキドキしますそしてそのご褒美、もう笑いしか出てこない、ね、ご褒美、そしてみたいな罰ゲームもあるんですけど楽しみですね超超他人事ですね。あ、もう私見学に来ようかな超罰ゲーム見たい罰ゲーム喜んで考えそうだよね。あとでじゃ あの罰ゲームの案出して帰るメールフォームからお願いします。メールフォーム、メールフォームから、いやむしろご褒美の方では、ご褒美、いやいやいや、そんなのつまんない、いやだはい、ということでドキドキしながら今回はこの辺でお別れです。ラジオ新恋姫無双乙女到達星キンターキンター皇帝誕生演技、お相手はスリこと諸葛亮役の楠木すずねと、カリンこと曹操役の野島かなと、メイリンこと周囲役の川島里乃と、シャム役の金田真昼でした。せーの、バイバイマン。この番組はネクストンとキューズの提供でお送りしたにゃん。メガネ無双の中のメガネ無双、新メガネ無双。田村R青少軍。ごめん、お母さんから裸眼の人とは遊ぶなって言われてるんだ。新メガネ無双。文芸部一のケーキ職人大将軍。人魚姫は美しい声と引き換えに魔女からメガネをもらいました。新メガネ無双。俊彦左右将軍。変換したらメガネ無双。新メガネ無双。文芸部一のケーキ職人大芝。鈴っちょさんがメガネをかけると楠の木メガネ新メガネ無双。じゃあ来週最終回はメガッチョで。でも今回このために私はわざわざメガネをかけて収録ですよ。メガネっ子、メガネっ子来た。本当にメガッチョですよ。そうです、メガッチョです。今日がメガッチョだった。今日がメガッチョなんでした。